アリさん、女子中学生だけのカリスマことエグザイルの広瀬です。こんなメッセージを送りつけてやがりました。2013年をもってエグザイルとしてのパフォーマン人生に区切りをつけます。この先はエグザイルはグループから一族へ、さらにはアーティストを超えてエンターテインメントのクリエイティブ集団へと進化していきます。は？ガングロ動物園出身のチューチュー電車が行くとこまで行ったな、おい。チンピラモンキーダンスで稼ぎまくって人気女優嫁にもらって、挙句の果てには老け込む前に裏方に回りますだと。パーフェクトじゃねえか。ブラボーだバカ野郎。お前の汚え爪の赤煎じで俺に飲ませろ。ついでにウエットアヤの靴下もよこせ。